クラウドナインは1987年11月2日に発表されたジョージ・ハリスンのアルバムである。日本国内では同年11月10日にワーナー・パイオニアからリリースされた。セールスが全く振るわなかった1982年の前作ゴーン・トロッポから実に5年のブランクを経て発表されたオリジナルアルバム。プロデュースを手掛けたのはハリスンと 当時グループとしての活動を休止させたばかりのエレクトリック・ライト・オーケストラのリーダー、ジェフリンである。前作発表後、ハリスンは自らが出資する映画会社、ハンドメイド・フィルムズでの仕事などに力を注ぎ、それ以外は趣味を楽しむようになった。そんな彼が再びミュージックシーンへの本格的な復帰に興味を示すきっかけとなったのが当時新婚だった。 ショーンペンとマドンナ元夫妻が主演して話題を呼んだハンドメイドフィルムス配給の映画、上海サプライズである。ハリスンはこの映画の制作葬式を務め、当時未発表だった数曲の新曲を提供し、劇中にもエキストラ出演して演奏を披露していた。そのシーンで、ハリンと共にビッグバンドの一員として、 演奏していたのがリンであった。共通の友人であるデイブ・エドモンズを介して、さらに進行を深めるようになった二人は、意気投合し、アルバムの制作へと至った。この作品は、以前のアルバムと同様に、自宅スタジオで1987年の1月から3月にかけて制作された。収録曲は一曲のカバー曲と先日の映画への提供曲を含む、 音楽活動を休止していた4年の間に書きためられた作品から構成されており、内数曲はリントの共作である。参加ミュージシャンはこれまでのハリスンのアルバムでは、常連の顔ぶれとなっていたジム・ケルトナーやレイ・クーパーに加え、エリック・クラプトンやエルトン・ジョン、リンゴ・スターなど、非常に豪華なラインナップとなっている。ジャケット撮影で使われたグレッチ・リオ・ジェットの金止モデル。 ジョージのものは1957年製。外観上の違いはブリッジとコントロールノブとフレットインレイなど。ジャケット写真でジョージが持っているギターはビートルズ初期に愛用していたグレッチデュオジェットである。アメリカのビルボードでは最高8位まで上昇してミリオンセラーになった。1988年度年間ランキングでも31位と上位にランクされた。また、 キャッシュボックス市では最高位4位を獲得し、1988年度年間ランキングではこちらも24位と上位にランクされた。本国、イギリスや日本のオリコンでも堅実なセールスを記録し、特に日本ではこれまでの彼の作品の中で最もセールス的に成功したアルバムとなっている。日本では1990年に一度再発され、その後、 レコード会社との契約の問題から長年廃盤になっていたがデジタルリマスタリングを施されて2004年3月に EMI 参加で再発されたその際にはボーナストラックとして上海サプライズに使用されていた上海サプライズジグザグの2曲が追加収録されたジグザグはシングルファブのカップリング曲としてシングル CD の形で CD 化されていたが 上海サプライズは公式にはこれが初 CD 化だった。上海サプライズは第7回ゴールデンラズベリー賞の最低主題歌賞にノミネートされている。アルバムからのファーストシングルセットオンユーは全米第1位となり、この年の年間チャートでも第5位にランクされる大ヒットとなった。この大ヒットによってハリスンは世界一長い間ヒットを飛ばし続けた男として、 ギネスブックに認定されるに至る。またセカンドシングル、ファブも全米、全英ともに23位とヒットし、サンデモ音楽祭でベストビデオクリップ賞を受賞している。サードシングル、This Is Love は、このシングルの B 面曲を制作するにあたって集まったメンバーがトラベリング・ウィルベリーズへと発展した。このアルバムには、他にもエルトン・ジョンがピアノで参加した Just for Today や、 That's what it takes, some place, else などが収録されている。クラウド9、クラウド9、that's what it takes, that's what it takes, fish on the sand, fish, on the sand, just for today, just for today, this is, love, this is love, fab, when we was, fab, デビルズラディオデビルズラディオ some place else, some place else 禁制の崩壊。 レックオブザヘスパースブレスアウェイ、フロムヘブン、ブレスアウェイフロムヘブンセットオンユー、カットマイマインド、セットオンユー2007年に iTunes、ストア販売版に追加されたボーナストラック。ありがとうございます。